通情報。意外と2分鈴木市販長野。ちょっと待って、ほんまに寒いねん、ここ。これよ。そうなんです、こっから風が出てるんですよね。もうちょいこっちに整理する。交通情報です。日本道路交通情報センターから。ああ、お席や、これ。お席さん、スポラジの。スポラジ、なんかいたよ、さっき。スポラジも聞いて。あの、これも見に来てくれてる人いたよ。嬉しいですね。スポラジ聞いてくれた人。そうでも手を挙げといて、ありがとうございます。いや、サスポラシ今回俺出てたから、またガチャやって言われそう。来週火曜日のズクラステレビも出るんで、皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。じゃあ続いてはまたこのトラフィックリポートが終わってからね。そうですね。あら、次もちょっと。なるほど、ちゃんと喋ってくれるから心配な選手がいるな。でも先ほどのグループ、こう片山さん心配されてましたけど、いやもう何にも、もうあの山本康介は惚れたんで大丈夫です。もうキャラ分かったんで、多分結構楽しんでる彼自身、まあ俺をいじり始めたということは慣れてきたということなんで、ファンからちょっと楽しみだなというふうに思いますけども、まあルーキー2人なんでね、今回はさっきあの2回歩いてらっしゃったんですよ、ね、あ、そう、さっきね、あの控室が分からなくてうろちょろしてたの、多分人の話聞いて、ね、説明させてもらって、ね、全然いったもんね、うん、さあ次のセッションは、あんま俺も話したことがないから、どういうキャラなのかっていうのをまず紐解いていかないといけないですね。いらっしゃってますか。あ、もういらっしゃってます。たらびっくりボール、再び山形村の ICT21 からワンソウル強くなる松本山雅 FC2024 キックオフイベントをお送りしていきます。ゲスト MC には松本山雅 FC プロモーション担当の片山雅人さんです。改めてよろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いします。ここまで圧倒的ですね。いや本当に時間が足りないぐらいですけど、まあ選手の今後のパーソナリティ分かってね、すごい僕もやって楽しいです。はい、はい、この後も選手の皆さんにまだまだお話伺っていきます。はい、それでは続いてこちらの選手の皆さんです。さあ今度はミッドフィルダーセッションですね。そうですね、2つ目のね、はい、いや安永選手来てくれたよね。あ、呼ばれたんで。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではどの選手からいきますかね。いやもうこれは、まあ、まあ誰でも言ったらおかしいけど、安藤選手から行くか。安藤選手からいきますかね。それでは安藤選手、相模原で昨シーズンプレーをされていて、この10ゴール4アシストという頼もしい数字も途中出場が多かった中で残されていますけれども、この安藤選手のゴールに絡むシーンというのも山形サポーターの皆さん楽しみにされていると思いますが、今シーズン意気込みはいかがですか。はい、まず試合にしっかり出場してチームの勝利に貢献できるためにはやっぱり得点っていうものが必要になってくると思うんで、まあ、自身のストロングであるゴールを決めるっていうところをまあ、たくさん皆さんに見せれたらなっていうふうに思います。はい、あのトークショー、このトークショー、はい、昨年のこのトークショーでも恒例だった、ちょっとこの質問させていただけたらなと思うんですが、いろいろ考えてきてるやん。今シーズンは何ゴール、何アシストをよくあるやつ目指されていきますか。俺リアルに12得点、まあ、5アシストはしたいと思います。19得点、昨シーズンを超えるという意味で。はい、そうですね、昨シーズン以上。おお、頼もしいですね。12得点、5アシストの。え、これどうですか、チーム始まあの練習始まってあの何日か経ちますけど、チームの雰囲気だったり、自分の立ち位置だったり、どういうキャラクターなんでしょうか、安藤選手は。いや、僕は人見知りというか、まあ、あんまり自分からいけるタイプじゃないんですけど、松本はたくさん若い選手も
ガンガン絡んでくれるので、はい、今友達作りじゃないですけど友達作りしてる仲良く、はいはい、まずはチームメイトのみんなのことをしっかり知っていけたらなっていうふうに思ってます。これはチームに入る前から知ってる選手とかいたんですか？それこそレオとか。あじゃあよかったよ大石選手もいたしね。何のつながりになりますか？ここ、いや弟が一緒にプレーしてて、それで会ったことあって。安藤選手の弟が。そうですね、はい。じゃあご自身は特に関係なく。あ、自分も弟がやってて、自分も会ったことあるんですよね、去年。はい、安田選手がじゃあ今はじゃあ友達作り真っ最中。そうですね、はい、真っ最中です。どういう選手と喋ることが多いんですか今ここまで4日間。比較的みんな話してますけど、ニアベとニアとか、はいはいはい、ノノとか、はいはい、うん、まあ、下の選手が、まあ、みんな、あとカズ君とか、まあ、みんな話してくれますね。安藤選手はいくつ？27歳、はい、ああ、なるほどなるほど。じゃあ中堅に入るわけですね。そうですね、はい。さっき言ってたよ、山本康介が絡んできてほしい言ってたんですけど。本当ですか？うん、自分から絶対いけないの。いや、ちょっと頑張って頑張るからね。ロッカー隣なんですよ。あ、まあ、なるほど。それなんで、ちょっと話しかけてます頑張ってここからもキャンプに入るわけですけど、このキャンプ、どういうキャンプにしていきたいですか？やっぱり、もうシーズンもあと1ヶ月、2ヶ月で始まっていく中で、やっぱり自分として自分っていうのをまずはチームメイトにも示していかないといけないと思ってるんで、しっかりプレー面でまあ、学びつつも、まあ、チームを引っ張っていけるように、頑張っていきたいです。期待が高まりますね。じゃあ佐藤選手、はい、同じくその相模原から移籍をされました佐藤選手ですけれども、このディフェンス登録でっていうところでサポーターの皆さんもちょっとざわざわとされた部分も、そしてご自身も知らなかったと。自分も知らなかったと。僕もあのリリースを見てあのディフェンス登録ってことにびっくりしました。そんなことあるの？この世界まあ、でもいろんなポジションができるのが強く。はい、そうです。ご自身にとってはその可能性も広げるシーズンになるかと思うんですが、どのあたりをこれからアピールしていこうなんていうのはありますか？そうです、走ることも得意で、右足のキックも得意なんで、まあ、いろんなポジションやりながら、マルチに活躍したいなと思ってます。そんな中でもさ、ここで勝負したいねみたいなポジションはあるんですか？いや、まあ、ずっと前線でやってきたので、まあ、1.5 列目とかサイドハーフとかは、まあ、得意なんで、まあ、本当にでもそこに限らずどこでもいいかなと思ってます。勝利に貢献できるようなところですね。じゃあそんなディフェンス登録でもありますが、一応聞いておきますが、今シーズンは何得点何アシストを目指していかれますか？言っちゃったらそれもう走っていくから、その言葉っていうのは。やっぱり5点決めたシーズンがあったんで、それを上回るようなシーズンに6点取れるように頑張りたいと思います。もう松本の街は、まあ、今日もこの天気やけど慣れた？いや、慣れないです、まだ。2020年は長野いらっしゃってましたかね。君もか時代変わりましたね。そう、行き来する時代だったよね。そこから気持ち見とくか、はい、どういう気持ちで緑のチームに来ていただいてオレンジを倒そうとしてるんですか？やっぱ、はい、負けたくないですし、難しいな絶対聞いたろこれ、まあ、本当に、知ってる選手もまだあっちにはいるんで、うん、そうだね。まあ、それをなんか本当に倒したい、上回りたい気持ちでいっぱいです。楽しみですね。はい、あの下田監督ともこの2021年大宮ですかやられていらっしゃいますかね、はい、この辺りもう一度一緒にこうできるっていうところはいかがですか？そうです、楽しみです。やっぱ下さんの時にいろいろサッカーを学ばせてもらって成長した実感があったんで、もう一回できるってなって、すごい楽しみです。シーズン楽しみですね。どこでこの佐藤選手が起用されるかというところも含め、そうだね、いろんなポジションできるようになるからね。はい、楽しみにしています。さあ、お待たせしました。お待たせしました、皆さん。でお待たせ、お待たせしました。安永選手、この安永選手完全移籍、
じゃあ、なんか言いたいことあるじゃん。じゃあちょっと、まずは吉永選手からお願いします。なんかありますか？入れるのないっすよ。寒いっす。まあでも、よく完全席でね、松本山上に来てくれました。ありがとうございます。改めて、いきます。松本山上が選んでくれた理由、お聞かせください。山川のサポーターが好きだからです。そっちよ、そっちよ。さっきでも大内選手と話してたら、はい、あいつの肩重くちゃいますかって言ってたけど、そこら辺はどうですか？全然、はい、大丈夫です。このドライ感なのよ、まあでもね、はい、あのこのドライ感だけどプレーまた熱く、うん、あのプレーしてくれると思うんですけど、はい、気に入って完全に席でニュースを見て、はい、本当に喜んだサポーターの皆さんも多いかと思います、はい。去年安永選手が加入されてからこうチームがうまく回り出した印象もありますけれども、どういう意識で去年はプレーされていましたか？去年は、はい、去年は、去年はそうですね、まあ、チームに、まあ、なんだろう、馴染むというか、まあ、下さんのやりたいサッカーを、まあ、自分がどう紐づけていくかっていうのは、まあ、意識してたんで、はい、まあうまくやれた試合もあればできなかった試合もあったかなとは思います、はい。そして今シーズンも完全移籍でこの松本山上で戦っていくっていうところですが、今シーズンはこうどうプレーしていきたい、どういうプレーを、こういうプレーをぜひ見てほしい、ありましたらぜひ教えてください。まあ、昨年で、ね、半年間プレーしてみて、下田さんのサッカーをやってみた中で、今年どういうところを見せてくれるのかっていうのも教えてほしい。まずはゴールやアシストっていう結果の部分でも、うん、チームに貢献できたらなっていうのもあるんですけど、まあ、38試合を、まあ、本当怪我なくいい状態で、波なくプレーすることが自分の今シーズンの目標です。怪我といえば、あのツイッター X、 旧ツイッターの動画で安永選手、あのボール回しをしているときに、あ、何か出てたの？顔に、目に何か出てましたけれど、調子はいかがですか？大丈夫ですか？見ての通り絶好調です。そういうのも出てたよね、はい。まあでも彼にね、期待する方々も多いと思いますけど、はい、改めてここからキャンプですよ。山本浩介選手、一緒の部屋だったらどうしますか？あ、ならへんのか。そう、一人部屋になってましたからね。同じボランチの山本浩介選手もいらっしゃいますから、やっぱ経験豊富な選手も入ってきて、学びたいことであるとか負けたくない気持ちとかいろいろあると思うんですけど、今シーズンのメンバ ー、ここまで練習してみて、改めてどうですか、松本山の去年と比べて。比べることはないですけど、まあ、比べてもいいけど、やってみて、新しいメンバーで、練習してみて、ここまで。そうですね、やっぱり下さんのサッカーを知ってる人だったり体現できる人が、すごい増えたなと思うので、まあ、今年はすごい期待してもいいシーズンなのかなと思います。さあ、安永選手はもうサッカー以外ね、まだすかってなんですか？松本でまず慣れたんですか？もう大丈夫ですか？半年経って。慣れてないです。慣れてないの？さっきもずっと寒いって。寒いね、ここ寒いよね。寒いっす。でも今日もすごい天気だけど、はい、まあキャンプはあったかいとこ行くんで、まあじゃあどういうチームにね、集団になって、僕らファンサポーターの松本に戻ってきてくれるのかっていうところを最後聞かせてください。そうっす、まあ今年のスローガンでもある強くなるっていうんで、本当に、みんなで強くなって帰ってきたいと思います。プレーが楽しみですね。すごい頑張って喋ってくれてると思う。いや本当ですね、ありがとうございます。いや、その新加入の笹生選手、それから安藤選手に、これからこの信州での暮らしの楽しみなところなんていうのを伺っていきたいと思うんですけれども、ね、まずは安藤選手から、こんなところ行ってみたいな、こんなものを食べてみたいな、ね、こういうことしたいとか何かありますか？信州のイメージとかも含めてね、食べ物が美味しいイメージ、そばとか食べるのも好きなんで、いろんなお店行ってみたいですね。お、はい、それは誰と行くんですか？まあ、お友達探し中。お友達探し中なんで。ここのメンバーは、これは、あ、ここも仲いいんで、いつでも多分誘えるんですけど。
リオのプリオ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 はでも断ってくるかもしれないですなるほど、佐藤選手はでも佐藤選手だっていたもんね、長野市。そうですね、はい、長野市と松本まだ違うと思うんですけど、どうですか松本のバッジ、まあちょっとしかいないと思うんですけど、なんか松本城のあたり歩いたんですけど、うん、すごい楽しかった。なんか出店とかも出てて、今日だけな、今日だけなんですか、今日はアベンチやってるわ。あ、そういうことなんですね。毎回帰ってそれイベントごとの時はあるけど、うん、楽しかったんです、今日歩いてみて。どっか行ってみたいところとか、やってみたいこととかありますか。でも、犬飼ってるんで、おいろんなその公園とか行ってみたいなと思ってます。そんなプライベートも楽しんでいただきつつ、はい、松本にこう新しくやってこられたということで、外からこう見ていた松本山が、それから実際に入ってみた松本山が、お二人はこうイメージの違い、それからやっぱりここはイメージ通りだななんていう部分もあられますか。安藤選手どうでしょう。やっぱりまずはこうやってファンサポーターの皆様が熱いっていうのは、うん、まあ、こうやって先日 の新体制発表もそうですし、今日のこういうイベントもそうですけど、これだけたくさんの方がだからやっぱり松本山がっていうクラブを支えてくれてるんだなっていうのは本当に来て感じましたし、まあ、元からそういうイメージはあったんですけど、いざここに来てみてそれは強く、はい、感じることができました。でも本当同じになっちゃうんですけど、やっぱりサポーターの厚さだったり、あの新体制発表の時の、うん、応援歌とか、まあ、本当に心に来るものがあったんで、そこは松本山が応援すごいっていうのは分かってましたけど、やっぱすごいなっていうふうに思いました。本当ですね、このサポーターの皆さんの本人の魅力の一つだというところで、そろそろお時間やってきてしまいました。最後なんですけど、あの安永選手にちょっと聞きそびれてしまったかと思うので、最後じゃあ締めるところ、はい、あの締める言葉とともに今シーズン何得点何アシストを目指すかも含めこれ以来でいてお願いします。締めも含めて、5ゴール10アシスト、うん、おー、5ゴール10アシスト。さあ、そしてこのセッションファンサポーターの皆さんにメッセージで締めてください。お願いします。お願いします、今シーズン必ず優勝するので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。喋ってくれましたね。そうですね、たくさん話してくださいましたね。だから普段は喋ってくれるんですよ、うん、うん、あんまり出ながらないだけでね。5ゴール10アシストという力強い言葉もいただきましたからね、それ聞くの好きやね。いや、あの昨シーズンもこのイベントで聞いて、ああ、じゃあこっからのセッションはもっと聞いてやらない。そうなんです、この後皆さんも予想できると思いますけれども、フォワード陣の皆さんもいらっしゃってくださるので、はい、引き続き楽しんでいただきましょう。ワンソウル強くなる松本山雅 FC2024 キックオフイベント、山形村の ICT21 から公開生放送でお送りしています。